アルミ単造本体、トライモ型パイプレンチパイプレンチは、ネジブを締めたり緩めたりする場合などにパイプを挟んだり、回したりするための専用レンチのことである。パイプの小道に応じて様々な大きさがある。俗に、パイレンと呼ばれる、刃の部分は深い溝となっているため、丸いパイプをしっかりと加えて、回すことができる。パイプレンチでパイプを加えて、作業を行うと、パイプに無数の傷がつくので、 主に蒸気管や水道管など傷がついても構わないような目立たない箇所に使用することが多い。傷をつけてはいけない装飾管用途などは刃が樹脂でカバーされたウォーターポンププライヤーまたはベルトレンチなどを使用する場合もある。スティルソン型レンチと初期のモンキーレンチパイプレンチとモンキーレンチのルーツは同じで原型の改良を繰り返す過程で現在のパイプレンチが先に開発され、 その後、モンキーレンチが開発されている。ナットが手作りの時代、各々のナットは同じサイズと発表されていても、それらにはわずかな寸法の違いがあり、その予備サイズのレンチがすべてのそのサイズのナットに合うというわけではなかった。そのため、技術者は多数のナットに合う調節可能なレンチを持ち運んだ。1790年代以前頃、技術者たちはハンドル端に、 L 字状の固定顎を持ち、くさびでロックされたスライドする顎を持つ調節可能なレンチを作り始めた。調節可能なレンチの黎明期には時々、それらがとても類似しているように見えるので、人々はパイプレンチをモンキーレンチと呼んだ。しかし、モンキーレンチとパイプレンチには、いくつかの違いがある。これらの違いは、平面の締め具で動くように設計されているモンキーレンチと、 パイプのような丸い表面で動くように設計されている、パイプレンチの違いから生じている。これらの違いのうちの一つは、パイプレンチがパイプに食い込ませるギザギザの顎があることに、対し、締め具の平面に損害を与えないように、モンキーレンチの顎は滑らかである。もう一つの違いは、パイプレンチの顎が旋回の動きに対して、モンキーレンチの顎が互いに平行のままで止まるようになっているということである。 1870年9月13日に蒸気船消防士ダニエルシー・スティルソンが特許権を得たのでパイプレンチは時々スティルソンレンチと呼ばれている。この時代には蒸気が電力供給と暖房のために使われていた。これらの用途の両方ともパイプを必要とした。このパイプレンチができる前にはパイプを閉めるためにギザギザのあるカジヤバサミを使っていた。しかしカジヤバサミでは 労働者がパイプを回転させるために必要な握り力を得られなかった。スティルソンのデザインは顎の動かせる部分をハンドルを引き寄せることで動かせる。この動きは一組のプライヤーのような働きになり、レンチがパイプにしっかり閉まる。実際、レンチのハンドルがより激しく引き寄せられるほどよりパイプを掴む。スティルソンは暖房と配管のウォルワース車と一緒にパイプを閉めるのに、 用いることができる彼のデザインのレンチのプロトタイプの製造に挑戦した。そして、同社は特許権を買い、スティルソンには彼の生涯で特許権使用料8万ドルが同社から支払われた。スウェーデン型パイプレンチのプラマーレンチは、モンキーレンチの発明で知られる、スウェーデンの JP ヨハンソンが1888年に特許を取得している、調節丸ナットを回し、 上あごばと上あの幅をパイプの外形より少し狭めにした後、葉を押し込んでパイプを加える。ハンドルに力を加え、作業ができる範囲の角度内で締め付けたら、ハンドルを戻しラチェット操作を繰り返して、次手の規定締め付けトルクまで締め付ける。規定締め付けトルクについては、次手と使用するレンチのサイズによって、次手メーカー推奨トルクが決まっている。上あごばはスプリングによって、 パイプに押し付けられ、ハンドルに力を加えると、上アコバと上歯とフレームの視点でできる三角形が、トグルの原理で歯が、パイプに噛み込み、滑ることなくパイプを加えることができる。スウェーデン型パイプレンチのタイプとしては、容動する、フレーム部品を有する、スティルソン型発明物、EN、ダニエル・チャップマン・スティルセン、S パテントナンバー、95744、イシューデート、奥と12、 1869とトライモ型アメリカのトライモント MFGCO 発明。そしてフレーム部がハンドル本体と一体のリジ型 US パテントナンバー1727623イシューデートセプテンバー1929に大きく分けられる。基本機構が異なるのでこの項目には記述しないがヨーロッパではその他にスウェーデン型レンチが使用されている。 日本国内で主流のパイプレンチトライモ型の原型は、アメリカのトライモント MFGCO が開発製造をしていたタイプである。会社は1889年7月に創立され、創設者はアルフレッド・チャールズとエドワードである。その後1940年代にパイプレンチの製造を停止した。同社はマサチューセッツ州のロックスベリーにあった。 当時の科学誌ポピュラーサイエンス、ポピュラーサイエンス3925とポピュラーサイエンス12926に記事が載っている。一番古い記事は、モンゴメリーワード &CEO、カタログバイヤーズガイド1895である。他に、トライモ型とスキルソン型が同じトライモント社の広告に載っているものもある。特許については、 US パテントナンバー1012037が、トライモ型バイプレンチの代表的な特許になっている。他に US パテントナンバー D19168 も関連する特許である。商標権については、トライモントマニュファクチャリングカンパニーインコーポレーテッドが、トリーモで出願、1926年3月16日、US パテントナンバー0210584登録と、 なっているが、現在は使用されていない。レンチの上あゴ場と上歯は、通常レンチ本体を水平に持った時、約8度をなすと、実規格に表示されているが、実際には3度から5度となっている商品が多い。レンチは、パイプを上あゴ場と上歯の口先で、丸ナットを回して、幅をパイプ外形よりも少し小さめに調節した状態で、パイプをレンチに押し込むと、フレームとともに、 上顎が陽動することにより上顎歯が開き二つの歯のなす角度が大きくなり、パイプを上顎部の歯と上歯の奥側に置いて挟み込むことができるようになっている。理事型でも同じことであるが、このタイプの場合は、レンチ本体を水平にした状態でも上顎は、下側方向に稼働するような特殊形状の板ネがレンチ本体に内蔵されているため、 口幅の調節を刃のどの部分で言っても噛み込みやすく、口幅の調節が行いやすいように設計されている。設計的には、上あご場と上歯のなす角度は、陽動最大時で15度から18度までに設定する。それ以上の大きな角度になると、フレームを押し付けるバネの反発力だけでは、刃がパイプに噛み込まず、レンチが滑ってしまうことになる。パイプを噛むメカニズムは、上あご場が、 ハンドル本体に力を加えることにより、パイプに噛み込み始め、上歯がパイプを押し付けながら噛み込み、上歯側を支点として上刃側がその反力で、パイプに噛み込み、ハンドルを押し付ける力を増していくと、上刃は陽動フレームと共に上刃と上歯の幅を狭くする方向にに回転をすることによって、パイプに刃が噛み込んでいく。ハンドルに加える力によるトルクと、 パイプに噛み込んだ刃とパイプの回転トルクが釣り合った時、または陽動フレームが本体のストッパーに当たり陽動できなくなった時に、フレームの回転は停止し、電池はパイプへの噛み込みが完了する。そして、パイプそのものを回転することができるようになる。この噛み込んだ刃が滑ることなくパイプを回転させる。力は、刃がパイプに食い込んだ深さ部分の先端力だけでなく、 歯とパイプの摩擦力も考慮しないと力学におけるトルクバランスの説明がつかないことになる。レンチの歯の形状については、単純にパイプに噛み込む先端部分が三角形になっているものより、歯が噛み込む方向に対して、後方が R 形状になっている歯型状の方がレンチを噛み込みから解放する方向に回転させるときに、歯先端にパイプが当たることなく、 刃先のラチェット操作による刃の摩耗に対して有意であることが分かっている。刃の形状は、パイプ外周に樹脂を被覆した管だが、ガス工事、水道工事で採用されるまでは、一般配管用交換を対象とした一種類だったが、1980年頃に、交換の表面に、防食対策として樹脂がコーティングされる改良がされることによって、各パイプ専用の刃型状が開発され、 パイプレンチも品種が増えることになった。塩ビ皮膚とポリエチレン皮膚専用の葉を取り付けたレンチが各社より開発され、この時期にレンチメーカーの販売シェアの変化が起こっている。それまで不動の高い評価を受けていた三菱社に代わりその他のパイプレンチメーカー各社が大きく躍進した。外皮膚交換の皮膚はレンチにより継手の規定トルク締め付け作業をした場合、 被覆の元の交換が、レンチの刃によって露出することがあってはならない。レンチの刃は、パイプ表面温度マイナス摂取5度から摂取40度において、次手メーカー推奨締め付けトルクの2倍のトルクを、加えても、被覆の割れや剥離、レンチの滑りが起こらない形状と刃幅を成している。1990年頃には、工具の軽量化が進められ、本体部分のアルミ炭造化が進んだ。 リジ型パイプレンチレンチの選択において、強度面からすると、リジット車リジ型レンチ高単造本体のトライモ型ジス、H 級品アルミ単造本体のトライモ型ジス、H 級相当品中造本体のトライモ型ジス、N 級品の順となる、スティルソン型やスウェーデン型レンチは輸入品で、国内メーカーは存在せず、国内のホームセンターで見かけることは、まずない。使い勝手では、 軽さより、新設工事には、アルミ炭造本体品となるが、価格も考慮してか、中造本体品と高炭造品を持って、新設と解体で使い分けている工事業者を多く見かける。その他に、パイプレンチの上あご方向がハンドルと同軸方向でない各種パイプレンチがあるが、基本機構については同じと考えてよい。ただし、レンチの操作時に、 ハンドルに加える力の方向が少し異なり、ハンドルをパイプのある方向に押し付け気味に回転力を加える。ヒット車のリッチ型本体は単造品であり、上顎を挿入する格穴部分も単造加工にて抜いている。なお、ホームセンターで見かける台湾、中国製のリッチ型パイプレンチは、ダイキャスト本体製などもあり、保証強度を表示していない場合が多い。ありがとうございます。